フルスクリーンにします。ほら、うわ、決まった。すげえ吹っ飛んでんじゃん。バーカ、決まってねえ。てめえ、ミツロ何避けてんだよ。顔で受けろっつってんだろ。もう一回やるぞ、もう一回。鈴木、携帯で撮れよ。はいはい。今度はマジですげえの決めっから。ういー、いつでもいいよ。あれ、おい、てめえ、あいつ、ミツル、何しらけることやってんだこれ。ああ、こりゃお仕置きだぞ。このメガネ、お仕置き、お仕置き、あいつじゃねえ。皆さんと一緒にお仕置き。楠本みつるのストリップショー。やだやだ。てめえ、何蹴ってんだこれ。ああ、調子こいてんじゃねえぞみつる。まあ、これは殺されても文句は言えねえな。ミツル、ほら。はいはい、足閉じない。それじゃカメラに映んないよ。この女、ないんだからさ。この女マフィアじゃねえ。うわうわうわ、うっそ、キモ、きったねえ。マジかよ。あの女、マミヤユイじゃない？で、あの茶髪野郎がカムロ町より行方不明になった。誰が撮ったこれ？最悪だ、こいつら。まったくだよ。楠本充のストリップと、そう言ってましたね。ああ、楠本充といえば13年前の黒川学園、沢先生の同級生で校舎から飛び降りた子だ。そうだな。厚労省事務次官楠本玲子の息子でしたね。そして30歳になる今に至るも昏睡状態が続いています。この動画は楠本充がいじめを受けてた時の、おそらくは隠し撮りされたものでしょう。この動画って桑名さんが隠し持ってたんだよね。なんで桑名さんがこんなものを。わからない。同級生？でもセイレーンのマスターはこの動画を見れば桑名の正体も動機もわかると言ってた。うん、ちょっと失礼。おい、てめえ、逃げんな。この辺り、主だったメンバーの顔が写っています。一旦ここに写っている絵から状況を整理してみませんか、矢上氏。そうだな、分かったよ。あの茶髪野郎はどう考えてもカムロ町で失踪したっていう。怪しいな、こいつね。そう、見覚えあるよね。楠本充をいじめた加害生徒は河合真也という名前だったはずです。ああ、こいつだろ。こないだ神室町で RK が探し回ってた。その時俺が連中に見せられた写真はこの動画の河合と同一人物で間違いないと思う。そして河合が殺されたらしいと当たりをつけた RK はこの後どういうわけか桑名を追って偉人町に来たってことになるな。河合の件が尾を引いて沢先生まで巻き込まれた。いや、まだどういうつながりがわからないな。もう少し桑名の過去や素性さえはっきりすれば道筋が見えてくると思うんだけど。どこだ、怪しいな。で、こいつだよ。この携帯カメラでいじめを撮ってた女子は動画の中で名前を呼ばれてたよ、鈴木って。旧姓だよね。だとすると僕らも知っているあの人物だと思いますね。そう、あいつ、
この女子生徒は今鈴木から別の名前に変わってるんだよ。鈴木っていう名前は結婚前の旧姓だ。この動画から13年経った彼女の今の名前はマミヤだよ。マミヤユイ、江原に痴漢されたとされる被害者女性。旧姓が鈴木で、マミヤは結婚してからの名前だよ。そして13年前、楠本満と同じクラスにいたことは沢先生の口からも確認が取れてる。ええ、やはりこの女子生徒は間宮優衣で間違いないでしょう。間宮さんって一体どういう人なわけ？痴漢被害者なんだけどな。世間的に楠本満へのいじめ加害者は河合真也一人だとされていました。しかしこの動画を見ると実態は明らかにこれまでの情報と違っています、うん、実は10人近い生徒がいじめに関わっていて、間宮優衣もそのうちの一人だった。ああ、もしこの動画が世に出たら、マミヤユイもここに映ってる生徒たちもみんなまずいことになるな。そうだね。楠本満を追い詰め、今日まで昏睡状態にしておきながら自分たちは知らん顔で暮らしてた。そんな風にバレたら社会的に抹殺される。職場、友人、知人、家族に知れたら今の生活を続けられはしない。これはこいつは、こいつの顔ってなんか見覚えがあるんだけど。ほう、僕は見たことなさそうです。あ、僕もわからないな。あの野次馬か、誰、三越芝広の死体発見現場にいた。その時いた連れも全員黒川学園の卒業生って言ってたんだ。言ってたね。神奈川県警の刑事に身分証を見せてた。名前は確か赤池って。するとこういう言い方ができますかね。事件の周辺にいた人物たちが振り返ってみるとみんなこのいじめ動画に映っていると。ああ、問題はそんな動画をなんで桑名が持っていたかだ。そうだね、同級生じゃないの？これはこれは楠本満か。13年前に黒川学園の校舎から飛び降りて今も意識不明でいるらしい。かわいそうだよね、満くん。あんな目に遭わされて誰にも助けてもらえなかった。母親の楠本玲子は13年前、まだ厚生労働省に勤める無名の一官僚でした。詳しくは分かりませんが、夫とは早くに別れてたようですね。彼女は息子を女で一つで育てていたのです。ねえ、もしかしてその楠本さんと別れた旦那っていうのが桑名さんだったりして、それで息子の様子を隠し撮りしたのがこの動画だったとか。いや、桑名はさすがに30の息子がいる年には見えないな。そうだね、もっと他の可能性を探ろっか。怪しい日付。なんだ、2008年9月17日日付だろうな。学校で言うと夏休みが終わってすぐか。13年前の9月17日午後4時過ぎだから多分放課後の教室だね。あ、いや、これはなんだよ。今楠本満が屋上から飛び降りた日付を確かめたのですが、9月17日でした。この日、つまりこの動画が撮られた後、その日のうちに彼は校舎の屋上から飛び降りたようです。ならこれはいじめ自殺の引き金を引いたほとんど決定的な瞬間の映像だったわけか。どこだ。動画を見て新たにつながってきた線もあるにはありました。しかし肝心なところがまだわかりません。誰が撮ったかだよね。このいじめ動画をなぜ桑名さんが隠し持っていたのかです。
ああ、桑名はこの動画を隠し撮りをした張本人なのか、それとも誰か他の撮影者からこの動画を受け取っただけなのか。桑名さんと沢先生は何かしらの知り合いだったんでしょ。だったら13年前に沢先生がこの動画を撮っていて、それを桑名さんに預けてたとは考えられない。ああ、便利屋って仕事の一環で。あり得るとは思う。ただしっくりは来ない。なんで。セイレーンのマスターが言ってたんだ。え、ライターの中身を見ればいずれわかる。桑名君の目的も彼が何者なのかも多分あんたなら突き止めるだろう。あの人はこの動画を見ることで桑名の正体もわかるって。でも俺らはまだそこまでたどり着けてない。いじめの隠し撮りからわかる正体って何。桑名が今40前半ぐらいだとして、13年前は30前後ってところだ。あ、じゃあ同窓生ではないか。学校の先生だったりして。え、このいじめがあったクラスのさ。そういうことなら杉浦氏が持ち帰った卒業アルバムがありますよ。あ、そうだそうだ、沢先生の部屋にあったやつです。八神氏はまだ中を見てませんでしたね。そうだった、持ってくるよ。その口ぶりだともう二人は中を見たんだな。ええ、残念ながら教師陣の中に桑名さんの顔は見当たらなかったです。ここが楠本光くんがいたクラスのページ。沢先生も写ってたし、間宮由衣も写ってるね。クラスの担任はこの人か。楠本光がいじめを受けていたところを何度も目撃してたのに見過ごしてたとか、あまりやりすぎるなよと薄笑いまで浮かべていた。桑名じゃないな、別人だ。他のクラスの先生も見たけど桑名さんはいなかったね。楠本光、この子の写真はアルバム用に撮られたものじゃなかったんだな。ええ、おそらくその撮影をするより前に飛び降りてしまったのです。楠本光が自殺を図ったのは9月だったか。他の生徒たちはその後にこの写真を撮った。そう考えるとみんな笑顔がぎこちないように見えてくるな。沢先生は全然笑ってないね。ん？先生は高校を卒業した後は同窓会にも行ってないって言ってたよ。このクラスの誰とも会ってないって。確かに。そうだよな。その集まりだと嫌でも光くんの話をすることになるだろうからね。こちらには鈴木優衣さんが写っていますね。やはり先ほどの動画に写っていた女子生徒です。彼女もいつもろくでもねえやつだったんだな。楠本光のいじめ自殺に加担した一人だった。このページに写ってる子たちの何割かはさっきの動画に写ってたわけでしょ。ああ、でも河合真也は写ってないんだな。あ、本当だ。うん、本当だね、写ってない。河合は光くんの飛び降り後いじめ加害者として叩かれ自主的に退学したはずです。あ、それでか。ネットの書き込みにはそうありました。裏取りはできてませんが自然な成り行きであったろうと思いますな。本当は他にも叩かれるべきいじめ加害者がいたのに、河合以外の全員が罪を免れた。もう少しこのアルバムを見てみよう。どこが引っかかるところはないか。引っかかるとこ、これは、これ赤いか、赤池か。赤池ってこの男子生徒は偉人町であったな。三越島の殺害現場を冷やかしに来たと言ってた。もしかしたらこいつも間宮由衣と同じように江原のアリバイ偽装に協力してたのかも。だから事件を嗅ぎ回る俺を監視してたと言ったら考えすぎか。
ありえるよな。なんだ。楠本光雄の写真は飛び降り前の前に捉えたもの。彼は13年経った今も昏睡状態でいる。これ母親も絡んでくるのかな。飛び降りがあった直後に学校を辞めた河合真也はこのアルバムに写真が残ってない。これは沢ちゃんか。沢先生だ。彼女は楠本光へのいじめに心を痛めていたと言っていたな。なんだ。なんだじゃないよ。鈴木優衣、今結婚して間宮生になった。いじめ動画を見る限り完全に加害者の一人だ。これ突きつけてやろうぜ。こんなもんか。これは、あ、担任か。楠本光がいじめを受けていた時、担任はあまりやりすぎるなよと笑っていたらしい。そう言ってたのは確か沢先生だったな。その時の担任は光くんがいじめられてるところを見てもそんなに深刻じゃないと思ってました。笑いながらやりすぎんなよと見過ごしていたんです。後で世間のバッシングを受けて教職を追われました。ん？教職を追われた？どうしたの八神さん。楠本光の飛び降りで当時の担任はえらく叩かれたんだ。その後教職を追われたって聞いてる、うん、あ、それで違うのかこれ。あ、キーボード切れちゃった。ちょっと待って。だとしたらこのアルバムの担任って辞めた先生の後に来た代わりの先生ってことはないか。あ、そっか。なるほど。それはありえる話ですね。バッシングされた担任の名前を調べてみます。ネットに画像出てるかな。先生とは別人かもしれません。少し時間をください。じゃあこの人じゃないな。どこだ。ってことは消去法で。八神氏、わかりました。楠本光の元々の担任の名前、やはりアルバムに載っていた先生とは別人でした。当時の担任は北方優とあります。先生か。え、あ、それってもしかして。彼本名北方ってんだよ。聞き覚えは。相馬が口にしてた桑名の本当の名前だ。担任か。桑名さんは元は高校教師。写真も出てきました。これが13年前の北方先生です。桑名だ。確かに。ああそうだ。ああ そうだね。沢先生もこのクラスにいたんだから、彼女にとっても桑名は担任の教師だ。それが二人の接点だったんだ。担任だったのか。そういうことだったのですね。桑名さんが全てをつなぐキーマンだった。13年前、光くんの飛び降りで学校を辞めた北方優はその後桑名仁って便利屋を名乗るようになった。その時頼ったのが当園だったセイレーンのマスターだ。なるほどね。桑名は積極的に裏社会とも関わろうとしてたらしい。そして何か目的意識が強かったって。目的意識、それってどういう。教え子のいじめ自殺で教職を追われた、そんな桑名が持つ目的といえば何だ。復讐か。世界一便利屋になること、裏社会での成り上がり、いじめ加害者への復讐、これだよな。いじめ加害者への復讐だ。桑名はそもそも生徒たちがいじめなんてしなければ、
教職を追われずに済んだって思ったのかもな。で、その怒りの矛先が河合深夜に向けられたってのはどう？なるほど。確か河合は5年前、神室町で知人らしき男女に車で連れ去られたということでした。じゃあその中の一人が桑名さんだったの？可能性としてはあると思う。その結果、河合を探し回ってた RK が5年前の桑名の存在に気づいたのかも。そしてその時の事情を聞きたくて偉人町まで桑名を追ってきた。なんだ RK が。それなら RK が偉人町に来た理由になりますね。また河合の知人らしき男女っていうくらいだから、桑名さんの他にも何人かいたんだよね。そうなるね。それってもしかしてこいつらか。河合の知人たちってことなら、これ前の証拠の中で手がかりがあったはずだ。同窓生の連中じゃないの？そう、こいつらの仲間。これだ。ああ、そこに写ってる子たち？河合の知り合いだった男女。そう言われる間柄なのは間違いない。でも、なんでこの子たちが河合を拉致すんの？桑名が協力を頼んだ。いや、協力させたのか。どういうこと？ほら、この動画って桑名がこっそり隠し持ってたわけだろ。あ、これで脅したのか。ここに映ってる連中にしてみたら、絶対に人に見せたくない代物だよ。自分らが同級生をいじめて飛び降りまでさせたことが大っぴらになるんだから。え、確かに。ネットに流出でもしたら大変です。大炎上して社会的に抹殺されかねません。桑名にしてみれば、彼らの弱みを握ってたことになる。それで河合への復讐に加担させた。いくら脅しのネタがあるからって人殺しまでさせられるかな。河合って殺されたんでしょ？河合が殺されたってのは RK がそう言ってるだけだよ。死体が見つかったわけじゃない。待って、頭が追いつかなくなってきたよ。本当にな。まだタラレバの話が積み重なってるからな。でもそれを裏付けてくれるかもしれない人はいる。誰のこと？例えばこの中に映っている間宮ユイなら、俺は家まで押しかけたことがある。もう一回行く？もし河合を拉致した中に彼女もいたなら、面白い話が聞けるかもしれない。そうだね。そうですね。今八神氏が語ったのは、神室町と偉人町の事件をつなぐ一つの仮説です。ですが、間宮ユイからその裏付けを取れたなら、さらなる情報が引き出せるはずですよ。桑名さんの居所もわかるかもしれません。ああ、まだ桑名は完全に取り逃がしたわけじゃなさそうだな。桑名さんってどういう人なの？三越場殺しと江原のアリバイ偽装、沢先生の事件、5年前の河合深夜の失踪、多分その全部に桑名は一枚噛んでる。あいつの尻尾さえつかめれば全部見えてくるはずだ。じゃあもしかして今僕らいい線いってる？ふん、多分な。明日早速間宮ユイを直撃しよう。あいつなんて言うかな。では杉浦氏も八神氏に同行してくだされ。状況は次のステージに移ったように思います。僕は一人で大丈夫。海藤さんも負傷した今、八神氏には助けが必要でしょう。オッケー、つくも君がそう言うなら。助かるよ。ありがとな、つくも。杉浦は無事に返すから。僕の相棒はそんなにやわじゃありません。存分にこき使ってくだされ。よし、面白くなってきたな。あいつなんていうかな、あの動画見せて。
死ぬ前に走馬灯が見えるって言うよな。似合わねえ。本当だぜターボ。昨夜がそうだったわけ。こんなガタいい患者いるかよ。なんかどんどん体が冷えてったなと思ったら、松金の親父にどやされてた。まだ俺が駆け出しの頃の記憶だ。羽村の頭も縁故詰めるかって睨んできててよ。で、俺の代わりに東が泣いてんだ。死ぬ前ぐらいもうちょっといい記憶見たって良さそうなもんだろなあ。きっと本当に死ぬ時はいい思い出が見られるよ。思ったより元気そうでよかった。相馬の野郎、次やったらただじゃ済まさねえ。不意打ちさえされなきゃ沢先生の仇も取れたのによ。相馬に刺されたこと、もう警察に話した？ああ、刑事が来たんでな。あることないこと言ってやったぜ。それはダメでしょう。冗談だよ。言ったのは真実だけだ。俺を刺したのは沢先生を殺したのと同じ犯人だってな。なら多分相馬が捕まるのは時間の問題だ。ただそれとは別に俺らは桑名を追う。あいつが一連の事件をつなぐキーマンだ。 RK に捕まる前に俺らで見つける。桑名か。しかしあの野郎ムカつくね。ん？あいつが俺らに近づいてきたのは結局何か魂胆があったってことだろ。多分ターボーが三越馬の殺しを調べてたからだ。こっちは腹割って付き合ってやってたのによ。俺はターボーの添え物か。そんなことないって。くそ、野郎の正体も割れてこれからって時に俺はこのざまか。とにかく今は休んでなって。つくもも後でお見舞いに来るってさ。なんだよ、杉浦は来ねえのか。あいつはこれから俺と間宮ゆいを直撃するんだ。偉人町から運転手もしてくれるってさ。そうだね、あの動画をネタに間宮ゆいを揺すってみよう。福岡に向かおう。杉浦が東京に行く車を用意してくれてるはずだ。あ、そうか、ここ偉人町だっけな。じゃあ間宮ゆいをあの動画でね、揺すっていこう。矢上さん、もう間宮ゆいのところに行く？僕はいつでもいいよ。あ、行こう。ああ、行こう。オッケー、そう来なくちゃね。もし本当に八神さんの仮説が合ってたら、間宮ゆいは河合信也の殺しにも三越馬博の殺しにも関わってる。まあそうでなくても教師時代の桑名さんのことは聞き出せるはずだよね。そうだね。さあ、どんな情報は聞き出せるかな。まさか痴漢被害者が関わってくるとは思ってもみなかったね。もう二度と来ないって言っちゃったけど来ちゃったね。はい。どうも、先日お邪魔した源田法律事務所の矢上です。え？また間宮さんにお話を伺いたいんですが。こないだ全部済んだと言ってたじゃないですか。済んでねえよ。だいたいなんでいつも急に家まで押しかけてくるんです。お引き取りください。実を言うと今日は弁護士じゃなくて探偵として来たんです。は？俺の他にもう一人います。彼は横浜99課の杉浦と言いまして。知りません。杉浦は偉人町の探偵なんですよ。ある事件を追ってて。最近ニュースになりました。清涼高校の沢陽子先生が自宅で殺害された件です。
沢さんは間宮さんの高校時代の同級生ですよね。13年前に黒川学園を卒業した後、沢さんは偉人町で高校の先生になってたんです。聞こえてますか？聞いてるか？どういうご用件ですか？陽子ちゃんとは卒業以来会ってません。私がお話できるようなことなんてないですけど。事件の前、俺はたまたま彼女の自宅に来てた北方先生と出くわしてます。北方先生は覚えてますか？黒川学園であなた方を担任してましたが、楠本充君の件があって学校をお辞めになった。彼も沢さんの事件に関係してるようなんです。他の人を当たってください。なんで私なんです？お前は釣ってたからね。これから他の人も当たります。俺たちは沢さんが巻き込まれた事件を調べたいだけなんです。間宮さん、彼女とは特別仲が悪かったわけでもないんですよね？いえ、どちらかといえば悪かった気がします。そうですか。よかった。でしたらぜひそういう立場の方からもお話を伺いたいんです。もうすぐ主人が帰ってくる時間なんです。手短にお願いできますか？そのように努力します。ご協力ありがとうございます。お待ちください。さあ、どうやって揺さぶっていこうか。どうしたんだろう、間宮さん全然出てこないけど。そうだな、何かしてんなあいつ。確かに時間がかかってるみたいだ。まさか逃げたりはしてないだろうけど、なんかしてねえ。あ、いた。すみません、お待たせしました。部屋が散らかっていたものですから。ほう、なんかこいつ仕組んだな。今日はお子さんは？今は英会話教室です。もうすぐお迎えに行かないといけません。いや、都合はいいね。それは旦那さんに代わってもらったら？もうすぐ帰ってくるんだよね。そんなこと、あなた方に言われる筋合いはありません。そんなこと言っていいのかな？出過ぎたことを言っちゃった。それで何を聞きたいんです？さて、どこから手をつけたものかな。この人には聞きたいことが山ほどあるぞ。そうだね。でもいきなり怒らせるような質問をぶつけたらそこで追い出されちゃうかもな。まあ、そこは慎重に行くか。何から聞くか。でっち上げですねはまずいか。こっちか。だ、最近北方先生と会ってませんか？会ってません。というか、あまり思い出したくない方です。あの人は学校をお辞めになった後、偉人町にいたと言ったら驚きます？ いえ、別に。でも偽名を使っていたとしたらさすがに驚くんじゃないですか？知りません、私には関係ありませんから。この反応は驚いてなさすぎるかな。もう少し踏み込んで話を聞いた方がいいかも。じゃあ、楠本充を覚えてますね？楠本充を覚えてますよね？ええ、高校時代の同級生です。河合真也というクラスメートにいじめを受けて校舎から飛び降りました。13年経った今も意識が戻らないそうで。陽子ちゃんの話じゃなかったんですか？はぐらかすつもりか。ただどうも事件の周辺には黒川学園の出身者が異常に多いようで、みんな間宮さんと同じクラスにいました。まず北方先生がそうですし、それと赤池さんという方にも会いました。彼のことも覚えてます？まあ同級生ですから一応。
そしてその方々がみんな楠本充君の一件を間近で見ていたわけですよね。そうですね。でも誰にとってもあまりいい記憶じゃありません。わかります。そうでしょうね。よし、まずまずいい調子だ。この感じで少しずつ外堀から埋めていこう。じゃあもう一気に痴漢被害を、あ、でっち上げですね。これ言ってみよう。痴漢被害はでっち上げですよね。はい。江原昭弘にお尻を触られたって例の件です。あなたは彼とグルだったんじゃないですか。示し合わせて痴漢騒ぎをでっち上げた。お帰りください、今すぐに。ちょっと八神さん。誰も痴漢の被害者と加害者がグルだなんて思いません。そんなことしたって無意味ですから。でもそれが殺しのアリバイ工作になるなら意味が出てきます。殺人より痴漢の罪をかぶる方がずっと軽い。そうやって江原は自殺した息子の復讐に三越葉博を殺害したんです。ただしその偽装工作を成立させるためには痴漢被害者であるあなたの協力が必要です。すぐに出て行かないと警察を呼びます。早く出て行って。江原とあなたとの接点が俺らにはしばらく分かりませんでした。けど沢陽子が黒川学園の卒業生だと気づいた時、関係者たちのつながりが見えてきた。沢さんは教師として江原の息子を教えていて、あなたとは高校時代の同級生でしたから。そしてそのことについて話を聞こうとしてた矢先、彼女は神室町の半グレに殺されてしまった。その半グレたちの目的はあなた方の高校時代の担任、北方先生です。何なの。間宮さん、北方先生がどこにいるか知りませんか。彼は桑名という便利屋を名乗っていましたが、沢さんが殺された事件の後連絡が取れなくなっています。知りませんよ。十何年も前の先生なんですから、もう顔だって思い出せないくらい。なるほど。でも多分北方先生はあなたのことを忘れてないと思いますよ。その証拠があります。え？便利屋桑名こと北方優は間宮結衣のことを忘れてるはずはない。その証拠はあの動画だよね。これだね。さあどんな顔するかな。くらえ。違うって言われたらどうしよう。これですよ。13年前の黒川学園の一コマです。この映像に見覚えはありますか。あるよな。この動画を俺は北方先生の事務所で見つけました。大事に隠し持っていたようです。表示されてる日付は楠本充が校舎を飛び降りた当日。もう言い逃れできねえぞ。彼がいじめられている様子をあなたも笑って生やし立てていた。旦那さんとお子さんがいない時でよかったね。本当にね。こんなの見られたら驚いちゃうよ。身の破滅だな。この動画の件で北方先生から何か言われたことはないですか。おっと。お願い、それを消して。嫌です。画面を見る限りこの動画は隠し撮りされたものです。これが存在することを間宮さんはご存知でした。ここに映ってる満君は今も意識が戻らずにいるみたいだけど、当時責任を問われたのは河合信也一人だったよね。いや、それと教師を辞めることになった北方先生もか。でもあんたらは知らんかを決め込んでこんな幸せな家庭を持ってる。ん？何？
向こうが気になるの？あ、こいつどっかね、連絡してるぞ。いつかこんな風になると思ってた。どういうこと？誰が来た？誰？仲間か。あ、こいつらか。なるほどね。この人が仲間を呼んだんだ。あん時のもこいつらだったんだな。え、ここでやんの？部屋めちゃめちゃになっちゃうけど、まあ構わないか。じゃあ軽くね。必要以上に破壊してやる。全然強くねえな。弱っ。今までで一番弱いわ。部屋めちゃくちゃになっちゃったね。わざとやったからな。こいつ同級生だろ。見覚えのある顔が出てきたな。こいつは赤池さん、30歳。黒川学園の卒業生だ。そういうことか。やっぱりみんなつながってた。どうする八神さん。こいつらって、つくもくんの小指折ったやつらだよね。ふん。仕返しに指折ったりすんなよ。それより、ここにいちゃまだ他にもお仲間が襲ってくるかもしれない。10人くらいいるって言ったもんな。安全なところに場所を変えよう。もちろん間宮さんにも一緒に来てもらう。え？騒がずについてきてください。でないとこの動画がうっかり流出しちゃうかも。そうだぞ。もうコピーは取ってあるからね。あいつらほっとくの？あ、シャルルか。東くんの。なあ、なんで昔からお前ら人の了解も取らねえでいきなり押しかけてくるんだよ。ごめんね。僕らが知る中じゃこの場所が一番安全なんだもん。頼れる仲間がいるっていいね。そうだね。そんなに長いしないって。頼むよ東。そういう問題じゃねえ。ズーズーシーにも程があんだろ。礼儀の問題だ。どうします？もう一回しますか？あ、そういえばね東さん、海藤さんが横浜でお腹刺されたんだよ。はあ？なんだと？海藤の兄貴が誰に？まあその辺は俺らの話を聞いてりゃおいおいわかるから。こちらは間宮ゆいさん。さっきは仲間を呼んで俺らを襲わせたって人だよ。はいはい、そうですね。そんなのはどうでもいい。兄貴に何があったんだ。てめえもう返しは済ませたんだろうな。ヤガミヤクサだからね。それくっそ、RKのガキどもか。兄貴もなんだってあんな奴らにやられちまうんだ。まあ背後からだもんな。落ち着いたみたいだし、そろそろ本題に入る。マミヤさんも確認してるでしょ。私をどうするつもり？絞るんだよ。知ってることを全部教えてほしいんです。あなたをどう扱うかはその後で考えます。たっぷり地獄を味合わせてやるよ。あ、話すタイプか。じゃあ始めようか。もうさっさと終わらせて。聞きたいことは何？いじめ動画についてここであえてやめる。ガチャガチャがあるからちょっと一回やってみようか。いや、300円もすんの？今時のガチャガチャってそんな高いの？
サーモン。あ、部屋の置物か。もう一回やってみようか。ハリセンボンか。尋問前に何やってんだろうな。まあ聞き出すか。もうさっさと終わらせて。まず例のいじめ動画だけど、あれはどういうものなんです？俺はあのデータをクアナと名乗っていた北方先生の部屋で見つけました。つまりあれは彼自身が隠し撮りしたものだった。そう。じゃあクアナはあんたらもいじめに関わっていたことを13年前からずっと知ってた？そう。でもさ、それならなんで世間的に河合信也だけがいじめ加害者になってんの？あの動画を桑名さんは誰にも見せなかったわけ？私たちもあんな隠し撮りされてたなんて知らなかった。動画があるのを知ったのも、すぐに公開されなかった理由を知ったのも、学校を卒業したずっと後。動画が公開されなかった理由は？北方先生があれを公開しなかったのは、私たちのことを一生指導し続けるため。え？もし事件当時あの動画が世に出ていれば、確かにそれはそれで大変だったでしょうね。実際河合はネットで顔も実名も晒されて、損害賠償を何千万とさせられてるし。あんたたちも同じ目に遭ってたかも。いえ、多分私たちはその他大勢のいじめ加害者だったから、一時的に叩かれはしてもいつかほとぼりが冷める。まだ子供だったってことで。でもそれはあくまでもあの時すぐに動画が公開されてたらの話。今はその時と状況が違うってこと？私には小さな子供がいる。優しい夫も、居心地のいいマンションも。今あの動画が世に出たら全部失うことになる。まあしょうがないな。うちの子はどうなると思う？知るかよ。友達を自殺させた女の息子は絶対いじめの標的にされる。自業自得だよな。しかもあれはただのいじめ動画じゃない。その日の夜に校舎から飛び降りて、今も意識が戻ってないんだから。あんたたちは自分らがガキだった頃より失うものが大きいわけか。その弱みを握っていることで桑名は元教え子たちを指導し続けている。都合のいい駒になるからね。私以外のメンバーにしても同じ。黒川学園ってなかなかレベルが高くてね、大抵卒業後はいい大学に進学していい会社に入ってる。自分で起業したやつもいるし、新しい家庭を持ったやつも。そっか、そいつらもあんたと同じなんだ。あのいじめ動画を公開されたら全部ぶち壊しになっちゃう。そうよ、わかる。要するにあの先生は私たちの未来が輝き出すのを待ってたの。ダメージが一番大きくなるタイミングを。なるほどね。そしてある日連絡を取ってきたわけ。動画に映っていたいじめっ子たちにね。桑名から連絡があったのはいつ？5年前、まだ赤ん坊だった息子と一緒に散歩してた時、公園で先生は私に声をかけてきた。昔とは別人みたいな暗い目をしてね。そしてその場で持ってたスマホに例の動画を再生してみせた。ほんと異常者。僕のことは言えねえのな。動画に映ってたあんたらも十分異常者に見えたけどね。杉本君が代弁してくれたわ。似たようなことをあなたは絶対にやってない。やってねえな。自分より弱い子に意地悪したことは？みんなと示し合わせて人を無視したことは？ないね。誰だってやってる。
お前だけだよ。私たちはその相手にたまたま飛び降りられて、たまたま隠し撮りされてた。よりによってなんで私がこんな目に。よく言うわこいつ。そういう人だからだと思うよ。そうだね。安全なところから人を追い詰めて、自分が何かされた時は盛大に泣き叫ぶ、そういう人だからだ。そういうのいっぱいいるよね、ネットとかにもね。桑名があんたに動画を見せてきたの、それで思い出した。白崎先生がカムロ町で調べてた件だがよ。ん？さっき名前の出てきた河合信也、あいつが知り合いらしい連中に車で連れ去られたのも5年前って話だったぜ。じゃあこいつらか。桑名が間宮優衣たちの弱みを握ったのが5年前、その時期に河合信也が拉致されたってことは、まあ、そうだね、こいつらがやったってことだね。やっぱりあんたらだったんだな、カムロ町から河合を拉致したのは。そして殺した。違う、私たちじゃない。そんなことできるわけない。私たちじゃないってことは、違う誰かが殺したってこと。つまり河合が殺されたのは間違いないんだな。私たちは先生に河合がカムロ町にいると聞かされて、力ずくでも何でもいいからとにかく連れてこいと言われただけ。拉致はしたのか。クワナはその理由を何て言ってた。あいつと一緒に全員で心からの謝罪をしてほしいからって。もし断ればあのいじめ動画が流出する。それでみんなで河合を迎えに行った。ただあいつは先生のところへ行くのを嫌がった。河合には別に失って困るようなものなんてなかったから。あんたらにとってはそれじゃ済まない。ええ、だからだいぶ揉めて、結局は車に押し込むみたいになっちゃって。カムロ町で目撃されたのはその時のやり取りだったんだろうな。でそれ以来河合は消息不明になってるわけだが。どこに行った。先生が指定した場所は横浜の埠頭で、私たちはそこへ河合を連れて一緒に精一杯頭を下げた。そしたら先生は河合だけ残して、あとはもうみんな帰っていいって。桑名と河合がそこで二人きりになったんだな。あ、じゃあ桑名が。そしたら次の朝、携帯に先生からのメールが届いてた。それにはなんて。文面は何もなくて、ただ動画がついてた。スマホで撮った。そこに映ってたのはカムロ町で河合を車に押し込んでいる私たち。先生はあの時の私たちをこっそりそばで隠し撮りしてたわけ。ああ、脅しの材料に使うためか。みんなはっきり顔が映ってた。河合が声を上げてたのを口塞いだり。こんだけ人が見てたんだ。事情を知らない人から見ればほとんど誘拐。そうだね。その動画を見てたらもう一通先生からメールが届いた。今度は画像が一枚だけ。でもそれを見て凍りついた。もう先生からずっと逃げられないんだって分かった。あ、殺されたんか。死んでる写真だった。その2通のメールを見たら誰だってこう思う。私たちが河合を車に押し込んだ後それを殺したって。 あ、じゃあもう言いなりになるしかないもんね。桑名にしてみればそれで完全にあんたらの弱みを握ったってことか。その時以来私たちはもうずっと先生の言いなり。どんな要求も断ることはできなかった。何を要求された。あの人はあの人はね、私たちに人殺しの手伝いをさせるの。
殺し？罠に人殺しの手伝いをさせられている。そろそろ確信に入ってきたみたいだな。どういうことなんだ？あんたらは誰を殺したってんだ？いじめ自殺を引き起こした加害者たち、それを先生は殺して回る。全国各地で手当たり次第、何年前に起きたいじめだろうがお構いなし。共通してるのは自殺に追い込むようないじめに関わった人間だってこと。先生は河合を入れてもう7人は殺してる。7人？嘘でしょ。そんな、いじめ加害者への復讐、それを桑名は手当たり次第に。先生はそれが私たちにできる唯一の贖罪だって。人を自殺にまで追い込んだ奴らには必ず制裁が加えられる。いつかみんながそれに気づくまで私たちは手を汚し続けろって。そうすれば第二第三のミツルを未然に救えるかもしれないから。どうしたもんかな。俺はちょっとそいつを応援したくなってるぜ。いやダメだって。俺もちょっとね、正直。三越葉ヒロを殺したのもその一つか。三越葉は4年前に江原の息子をいじめ自殺に追い込んでる。それを桑名は江原に殺させてやったんじゃないのか。だからあんたはそのアリバイのために痴漢被害者を演じた。ああ、私だけじゃない。三越葉を車で拉致するにも人手がいったし、痴漢を取り押さえる役、それをスマホで撮影する役もみんな先生の指示で動いてた。やっぱ撮ってたやつも来るか。先生とは暗黙の了解があって、私たちは直接殺しに手を下すことはしない。何かしら協力させられるだけ。標的をおびき出すとか、死体を埋める穴を掘るとか。でも先生から受けた指示は絶対に拒めない。そんな真似したら河合を拉致する私たちの動画が警察に届けられる。そして私たちの指紋とかがべったりついた河合の死体がどこからか出ることになるの。そのために先生は河合の死体を冷凍保存までして隠してる。自分で殺した死体を冷凍保存。マジかよ。そいつがある限りあんたらはずっと言いなりってわけだ。全ての始まりは13年前の楠本光雄の件。それが桑名を駆り立ていじめ加害者を始末させた。冷凍保存してあるんだ。江原が殺した三越葉弘もその中の一件でしかない。江原の裏で桑名が糸を引いてたんだ。桑名は13年前からずっと変わってないのかもな。いじめ動画を隠してたのも、偉人町の便利屋になったのも、全部初めからいじめ加害者たちを殺し回るためだ。そしてその地獄に教え子だったあんたたちをも巻き込む。いつか破滅する日までずっと。それが今日なのかもしれない。ただその前にもう一つ聞かせてくれる？何？カムロ町の RK って半グレたちが桑名を追ってる。その理由は今あんたから聞いた話のどこにもあいつらは出てこなかった。そしてなんで沢陽子が巻き込まれなきゃならなかった？それは私もよくはわからないけど、ただ先生は半年くらい前に陽子ちゃんに電話で連絡を取ってる。星稜高校で起きた自殺のことを聞くために。星稜高校の自殺って江原敏郎くんのやつだね。あの件はもともといじめは関係なかったことになってたでしょ。裁判でも学校に責任なしとされてた。
でも先生はたまたまそこの教師になってた陽子ちゃんから本当のところを聞き出したの。そんな話をどうやって？陽子ちゃんにしてみたら先生は自分と同じ立場だった。教え子に自殺されちゃった点では、だから気を許して全部話したんだと思う。あ、そしてそれを聞いて先生はやっぱり御子柴も罰しなきゃいけないやつだと確信を持った。じゃあ沢先生がその話をしてなければ江原も事件を起こしてなかった。今偉人町で起きている一連の事件もかもしれない。いや、そうじゃない。沢先生は桑名の正体も目的も知らなかった。話のわかる昔の恩師に悩みをこぼしただけのつもりだった。少なくともそれで殺されるような筋合いはなかったはずだ。私たちが殺したわけじゃないから。誰から？羊だ。誰だ？もしもし。よう、俺が誰かわかるか？八神。ん？クワナ？クワナか。俺のことを探してるみたいだな。あんた、今どこだ？お前が一人で来るならすぐに会える。ただその代わり、マミやユイのことは解放してやってくれ。何？わかった。あんたと会えたら、その時解放する。そうか。もちろん、それでいい。ならすぐに来てくれ。俺は今、八神探偵事務所にいるよ。何？こうやって入った。お前の椅子、なかなかの座り心地だな。戸締まりはしといたはずなんだけどね。いいか。俺が会うのはあんた一人だけだ。それと、あんまり待たせるなよ。気が変わるかもしんないからな。一人で会いに来いってさ。ちゃんと確認が取れたら間宮さんは解放していい。大丈夫なの？八神さんだけで。多分桑名はどっかから俺らを見てたんだ。ここに間宮さんがいることも知ってたわけだからな。お前を連れてって機嫌損ねたらまた消えられる。それだけは避けたい。そっか。まあこっちは任せとけ。それより急いだ方がいいんじゃねえか。結局東君優しいんだよね。まあ桑名にとっては間宮ユイは都合のいい駒だから失いたくはないんだよね。じゃあいい時間なので、僕は八神さんから連絡が来るまで間宮さんを見てる。それでいい？僕はやまあこっちは任せとけ。それより急いだ方がいいんじゃねえか。早く行ったら。もう私に用は済んだでしょ。まだに決まってんだろ。